就任したばかりの市長と議員による論戦が続いていた北九州市議会で市長が提案した自らの給与をカットする条例案などが議会からの付帯決議と合わせ可決されました。 北九州市の竹内市長が提出した市長の給与をカットする条例案をめぐり議員からは身を切る改革としては物足りないなどと厳しい声が噴出していました今日の市議会の採決で条例案は賛成多数となりましたが今後は市長らの給与を決める審議会を開く基準を条例で定めるよう検討する付帯決議案も可決され成立しました また、市長が公約に掲げた行財政改革を行う官民合同チームの運営費を盛り込んだ暫定予算案や新たな副市長の人事案も可決されています。追加質疑で、主要会派の議員が市長に対し、今後はしっかりコミュニケーションをと求めました。